こんにちは、ゆしみです。皆さんいつもご覧いただきありがとうございます。そしてチャンネル登録者数が160名突破いたしました。あー、すごいですね。エジプトに向かっているジョジョたち、50日以内にね、ホリーを助けることができるのかっていうところですけれども、今日は第5話を見ていこうと思います。ほ、チャリオッツ、アブドゥルと対決するのか。ポルナレフ、ジャンピエール・ポルナレフ、フランス人って言ってましたね。コイン5枚投げた。うお、コイン5枚をたったの一つき。よく見てみろ、コインとコインの間に火炎をも取り込んでいる。これがどういう意味を問題に、炎をも切断できるということだ。炎を切断、移動している。私のスタンド、チャリオッツのカードを持つ暗示は侵略と勝利。こんな狭苦しいところ移動してくれるの。叩きのめすのが私のスタンド。どこに行くんだ。表に出る。第5話シルバーチャリオッツ対決。タイガーバームガーデンです。タイガーバームガーデン、斜面に実在する庭園である。本当にあるんだ。そのセンスと世界観は香港奇妙ゾーンナンバーワンである。へえ、戦いの舞台も凝ってますね。マジシャンズレッド、スタンドとスタンドで戦うんだ。おお、ジョー太郎みたいな。好き。ああ、破壊されたよ。作ってあったものを破壊したのか。クロスファイヤーハリケーン。初めての技じゃないですか。ボコー、あー、アブドゥルやばい、アブドゥルやばい。予言、まだ策がある。ん、さっきの作ったやつ。お前が打ち返した火炎が人形の関節部をドロドロに溶かし動かしていたのだ。関節を溶かし、キムセリフが出た。アブドゥルの溶けちゃった。うん、一人倒したところで、お、爆破した。めちゃめちゃ元気。そう、これだ。カッチを外したスタンド、シルバーチャリオッツ。うん。切り取りする時間をいただけるか。恐れ入る。説明して。
ていただこう。バーチャリオッツには防御甲冑がついていた。今脱ぎ去ったのはそれだ。君の炎に焼かれた甲冑がね。だから私は軽傷で済んだのだ。そして甲冑を脱ぎ捨てた分身軽になった。私を持ち上げたスタンドの動きが見えた。チャリオッツも同じポーズしてる。お見せされちゃうよ。どうぞ。ああ、7体？残像か。どうするアブドゥル。アブドゥルやばい。ジャンピエール・ポルナレフ。レッドバインド。かわされてる。これも効かない。食らった。秘密？アブドゥルにも秘密が。実は。スペシャル。クロスファイアーバインドが。ドッゴーン入りました。すごいね。ちょっとフェンシングっぽい技でしたもんね。騎士道。ああ、この人も。ああ、出た。定番の。スピードワゴン財団何でもある。ポルナレフも仲間になっちゃうの？その左腕は右腕ではないだろうな。妹を殺した男を探している。顔はわからない。両腕とも右腕なんだ。何？新しい展開。シュトルハイムのね、作ってくれた手。
ことが恥ずかしめを受け殺された。九死に一生、命を取り留めたその友人の証言だ。ああ、人は男の顔は見ていない。生きてたんだ、クラスメートは。ボルナレフ、ボルナレフすごい格好してた。ディオがになんで組みしたの。ああ、何この鳥は。この鳥新しいキャラだね。ああ、なるほど。そうして肉の目のせいもあるが、なんて人の心の隙間に忍び込むのがうまいやつなんだ。俺はあんたたちと共にエジプトに行くことに決めた。やっぱり一瞬来る。こういう性格、ポルナレフ。フランス人。いやー、なかなかアブドゥルのね、新しい技というか秘密、やっぱりすごい技を持っている。ただものではないアブドゥルでしたね。ポルナレフが仲間になったということで、ポルナレフも妹の仇のために戦っていたんですね。いろいろな仲間が揃ったところでエジプトを目指していくということで楽しみになってきましたが、なんか最近ジョジョたちも頻繁に登場するようになったので、ちょっとポージングの練習がいよいよ必要になってきたかなというところではございますが、では皆様、また次回。